丼ということなんですが、なんと丼にはこれご覧ください。五大丼。この丼は上から古い順に書いてあります。まあ、うなぎ丼ってのは結構古いですが、江戸時代にありました天丼、そして牛丼は明治に入ってから親子丼、そしてカツ丼。しかし、この五大丼はいつもトップ5位を優先しているかというとそうでもないんですね。時代や風俗によってこれはいろいろ変わってまいります。さてそのいろいろ変わった丼、今日は一日たっぷりお楽しみください。まずは近藤さん、日本橋は人形町にある噂の丼のお店にやってきました。丼っていうとこう外すわけにいかないっていうんでこの店やってきたんですが、並んでるなこれまた。うわまだ恐ろしい。これが最後尾か。これいつもこんな混むんですか。そうらしいですよ、毎日11時半ごろだと並んじゃいますから並ぶ、だいたいそのうまいものは並ばなきゃいけないっていうふうなことになってるかもしれないけれども、 どのくらい待つんでしょうねこれって。30分くらい待つかもしれない。30分うわ30分待つ、本当に待つの俺ここで。宝暦10年1760年創業の鶏料理のお店玉秀、元祖親子丼のお店です。お昼の1時まで並んだ人だけ食べることができるんだそうですよ。お入りになりますよ本当に。まあね、ここでまだ待つの？これ座ってる人、あそこもずらっと待ってる人あれ。勘弁してよ。俺こういう日はね、朝からね、何にも食ってないのよ。この番組の時は。ひどいじゃないかよ。腹ペコペコ。丼こそ日本の美学だ。美しい自然を持つ日本、そこで生まれ育った四季様々な海の幸と山の幸、丼という小さな器があなたを有限の世界へと誘います。さあさあ、日本に数ある丼の中から今夜とっておきのお店をご紹介。そこでしか食べられない丼、日本列島味自慢丼大特集。この番組は D&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。これが親子。おお、すごいですなこれは。いただきます。あ、どうぞどうぞ。すいません。これ甘くないです？甘いですねこれ。ええ、うちのはね、甘いんです。甘辛いっていうか、濃いっていうかね。濃いですね、本当に甘いな、これ。俺、甘いもの好きなんだけれども、もともとはここは鶏料理屋さんだった。そうです、ええ。鶏鍋屋ですね。ああ、ね、なんでこの丼になっちゃったんですか？それは、僕のおばあさんの時代からなんですけどね。ご主人のおばあさんの時代に、親子丼を初めて作って。鶏鍋をお客さん召し上がった後に、こう、うん、お鍋にこう、煮た煮汁が残ってますね、はい、でそこへお客さんが溶き卵を煮て、うん、でそれをご飯にしゃくって召し上がってるのを見ててね、うんうん、それで丼物を作り始めたんです。この鶏がシャモなんですって。そうです、ええ、東京シャモっていう種類のシャモなんですけどね、うん、肌割りしっかりしててやっぱり美味しい鶏ですよね。そうですね、まあ、シャモが一番食調の中でうまいってされてますからね、うん。その元祖親子丼の作り方といいますと、卵をたっぷり使うのが特徴です。まず東京シャモを割り下で味付けをし、1個目の卵を溶いてささっと入れていきます。この時の卵は全て青森産の LL サイズ。そして再び2個目の卵を入れて半熟気味になるまでグツグツと炊けば、びっくりするほど甘くて濃厚な元祖親子丼の出来上がり。もちろんお米は新潟産のコシヒカリですよ。そこでしか食べられない丼、まずは日本海に面した福井県から行ってみよう。ここの福井県の丼は何かな、日本海の海の幸だろうって。いえいえ、おもむろに運ばれてきたのはサラダなんかついたりしてなんだか洋風ですね。じゃーん、そうです、福井の名物丼はソースカツ丼だったのです。
です。福井でカツ丼ちょうだいと言えば決まって出てくるのがこのソースカツ丼。卵で閉じるなんて邪道なんですよ。団体さんも家族連れもみんなソースカツ丼です。元祖はここヨーロッパ圏総本店。大正2年に先代が東京で、開店するときにソースカツ丼を始めてメニューに載せたわけですね。ドイツで料理の修行をしているときにカツ丼というその丼をソース味で食わせることができるかどうかということで研究したらしいですね。ウスターソースはもちろん普通のウスターソースではありませんよ。数種類のスパイスを加え、いかにご飯に合うかを考えアレンジされております。ソースの香りが食欲をそそりますよ。さあ続いては博多へ行ってみよう。九州の政治経済文化の中心地、福岡市の博多。その表玄関 JR の博多駅地下にあるのが生き料理のお店長谷川です。ここにも最近若い女性の間で人気急上昇という丼がありました。そう、これぞ息で取れた生きのいいウニ。それに秘密の味付けを加えまして生卵の周りに盛り付けます。あとはイカを乗せれば早くもぼっかけ丼の出来上がり。ぼっかけとは息地方の方言でぶっかけるという意味。素朴なものにこそ真の味わいがありますよね。海の幸がたっぷりのこれぞぼっかけ丼。ああ美味しそうでしょう。町は夜も楽しい言わずと知れた屋台の町。現在その数およそ300軒。隣の人と肩と肩を触れ合って飲むお酒いいですよね。その隣の人が美人だったらなおさらいい。そんな屋台にも美味しい丼がありますよ。コキンちゃんの名物はこれです。土手丼。この道25年というコキンちゃんのご主人に作り方を教わりました。肉の臭みを取るために牛乳と白味噌を使うのがポイントだとか、いろいろとやってみたけどこれが一番まろやかな味になるんですって。そこにこんにゃく、唐辛子、砂糖をたっぷりと加えていきます。そして湯を通してアク抜き、油抜きした筋肉をこれでもかこれでもかと入れて十分に煮込みます。仕込みの段階待つこと2時間、さらに屋台でも3時間。気長に時間をたっぷりかけることが大切なんですね。5時間も経つとどうです。筋肉と牛乳、そして白味噌がマッチしてなかなかのもんじゃないですか。あとはご飯にかけてネギとごまを振りかけます。もともとは酒の魚であった土手焼きを丼飯にしたのがご主人小金丸さんの見事なアイデア。お客さんは若い女性を中心に、遠くは札幌や東京から来られる常連さんも多いそうですよ。うん、味はいかがですか。胃に染み渡るようで非常に美味しいです。さあ次は東京へ行ってみよう。東京でしか食べられない丼、まずトップバッターはソイ丼。ソイとは英語のソイビーン、つまり大豆を略した言葉です。東京駅に次ぐマンモスターミナルステーション新宿、その西口に今も戦後の面影を残す思い出横丁。この学生や若いサラリーマンであふれる横丁の一角、鶴亀食堂にこの丼があります。食べ物で体を治したんで、まあいい豆を売ろうと思ってね。で今の若い人はほら豆つまんで食べないから、めんどくさいからご飯の上に乗っけちゃった。作り方と言いますと、たっぷりの豚のひき肉を炒めまして、カツオと昆布で取り、ハーブなどのスパイスを加えただし汁と合わせます。そこへ茹でたこれまたたっぷりの大豆、そのまま食べても美味しいお豆腐、さらにセロリの葉っぱを加えます。いかにも健康に良さそうですよね。最後に若い人でも食べやすいようにとカレー粉を混ぜて再び煮込みます。5年前にご主人が体を壊した時、実は飲み過ぎたんだそうですが、その時思いついたのがこのソイ丼なんだそうですよ。まあ大体、まあ、体大事にしてるなと分かるのはね、ソイ丼って入ってくるんですよね。さすが健康大事というだけあって、上に乗っているスモークハムも添加物を一切使わない自家製。夏バテで疲れたという方はソイ丼をどうぞ。安いものもあれば高いものもあるのが東京。ここ赤坂つついの丼はと言いますと、じゃ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 ーん、ビフテキ丼2500円なり。高い高いがそれには訳がある。まず主人公の肉。どこそこのという限定はしてないんです。和牛で
そして肉屋さんにあのいいやつを入れてほしいということと、あの間違いのないことということで、あの頼んでありますんで。続いて秘伝のタレ。これでそうですね、17、8年ずっと続いて、その割り足しと足して、そして置いてあるタレなんで、あのお肉をつけることによっての旨味が出てくるということなんですけどね。そして米。米はもうコシヒカリで一番、まあ、いいお米を使ってるんですけども、そしてあの水もあのミネラルウォーターで溶いて、そしてあのそのミネラルウォーターで炊くという、そしてあのなるべく熱いご飯で食べていただくというふうには工夫をしてるんですけども。なんというこだわり。仕上げにバターをのせてブラックペパーを振れば、見事な味と香りのハーモニー。これで2500円とは安いかな。隅田川、昔はこの辺りに各地から材木が集まってきて、大変繁盛した町だったんだけれども、今そういう昔の面影はもちろんもう何もないですね。古き良き時代の丼もあります。人情の町深川、今もその近くを流れる隅田川には約150隻の屋形船があり、毎日50隻から80隻の船が出ています。この界隈で最も古い漁師さんが懐かしい深川丼を作ってくださるというので訪ねてみました。こう深川丼っていうでしょ。深川丼ですよ、ねええ、中に入ってるのはアサリでしょ。そうそう、アサリです。アサリにネギね、うん、他の何も入ってないんだよ。何も入ってない。他のね、油揚げなんか入ってるのは あれはもう邪道か。邪道だよ。あ、今だけどこのアサリだって東京湾じゃもう干潟もないから、今これ腐らずだよ、腐らず。そうでしょ、取れないんだよね、もうなかなかこれが商売になるか取れない。取れないね、言うことはいるんだけど、うん、なんかゆっくりだけれども、こう確かな手応えという感じで向いていきますな。え、今はこれ結構商売になったりしてるけれども、うん、昔は家庭でじゃ作ってたもんなんですね。そうなんだよ、これはみんな家庭でね、うん、昔あの漁師がみんなほらアサリ取りに出てでしょ、はい、と前の日に取ってきたやつをほら向こうやね、おかずに、はい、で夜それをなんでしょ、味噌を炊くでしょ、うん、炊いて残りますよ、余計にいるから、はい、そうするとそれを朝あの船に出てくときに、うん、それを温めて食べてくんですよ。なんと亀吉さんは今年89歳。2、3年前までは屋形船に乗っていた漁師さんです。そこでどうせならと古い古い昔ながらの深川丼を作っていただきました。材料はアサリ、味噌は使わず、味付けはだしと醤油、砂糖だけ。煮立ったところにネギを入れさっと炊くだけ。もっとも今の屋形船では形が変わり、炊き込み風になっているそうですので、念のため。なんと素朴なもんじゃないですかこれ。米もトツアン炊いてくれたの。あ、トツアン炊いたんだよ。米といてちゃんと上がって。これは確かにあの朝プライウチにバス食べてみりゃいいね、こういうものは。そうですよ、いいんですよ。ね、飲み知らないもんね朝。そうですよ。漁師さんはね。もうね、一時の早く行かなきゃ、遅くなったらもう運動量が違うからね。うん。人が遅く行ったらいい仕事ができない。やっぱり長年作り続けてきたこう味っていうのは、あのうまいとかまずいとかっていうもんじゃないのね。なんかこれがあるようです。まず一つは、不愛想なこと、つっけん丼と言いますね。昔この一つのお箸で盛りっきりのご飯を一杯出して、もうお客さんにはおかわりさせないという、あそこはつっけん丼な店だよな、あのでかい箸でもって一杯盛りっきりだよって、つっけん丼、つっけん丼ぶり、つっけん丼ぶりって、丼ぶりっていうのはここから出たっていうんだけれども、これはちょっと信用できないな。もう一つ説があります。こっちです。今彼が来ている、これはあの昔の職人さんやなんかが腹掛けにしていたもんなんですが、ここに大きなポケットがあります。このポケットの中に小銭やなんでも入れちゃったという、これを丼ぶりと言いますね。だから大きな口をして、その中にいろんなものがズボッと入ることを丼ぶりと言ったのかもしれないね。何でもかんでもぶち込んで、まあ損得勘定よくわからないやっていうふうな、そういう経営の仕方を丼ぶり勘定、丼ぶり経営なんていうのも、そういうとこから来たのかもしれないです。さあ、ここでしか食べられない丼ぶり、続いては岩手県釜石。自然の美しい漁港釜石、ここ三陸沖は親潮と黒潮が行き交う道ということで、海の幸の豊かさ文句なし。
午前8時に港に次々と船が帰ってきます。何を水揚げしたのかと言いますと、ウニ。どうですこの見事なウニ。東京や大阪で食べると1個あの値段だから200個あるとしてなんて計算するのはやぶってもんですよ。一つ一つ丁寧に丁寧に身を取り出していきます。漁師さんたちがパックリと呼ぶ道具でウニを割ると中から身がパックリ。ほらね、一つ一つ手でゴミを取っていく根気のいる仕事です。こんな新鮮な海の幸が食べられるのが釜石駅のそばにあるお店中村屋。あー早く食べたいなんて焦っちゃダメなんですって。まず作っていただいたのがかやき丼。そんな丼ぶり聞いたことがないって。それじゃじっくりとご説明いたしましょう。大きなホタテ貝の身をほぐして貝殻に入れて煮ていきます。その煮たものを温かいご飯に加えて上からウニをドカンと乗せてささっと混ぜ合わせていきます。もう釜石の人は豪快なんだから。それを再びホタテ貝の貝殻に入れてびっくりしちゃいけない、さらにウニを乗せます。すごいでしょ。そして貝殻で蓋をして蒸し焼きにいたします。こうすればウニの形が壊れずに、しかも旨味が逃げないで美味しくいただけるんだそうですよ。最後に香り付けに醤油をかけて、あー美味しそう。なんと豪快、やってくれるじゃないですか。塩の香りがほんわかと漂い、ウニの甘みとホタテの歯ごたえ。これでまずいわけがない。かやき丼3000円でどうだ。釜石からちょっと出たところにうちの水槽があるんですよ。まあ、水槽って生けすですね。ウニから水をポンプアップしまして、もう自然ともう本当に同じような状態でもって、ウニとかアビとか、ナマコホヤまで、もう全部畜養してます。それで年中出せんです。子供の頃ですね、浜でよく海藻でくるんで、ウニとかアビを焼いて食べたんですよ。それを思い出しまして、わざわざ遠方から来てもらうお客さんに、なんとかこう、岩手のこうね、雰囲気を味わってもらおうということで、それでもって考えました。そしてこれが名物、ウニをたっぷりと入れて握ったガゼおにぎり。ウニのことをこの地方ではガゼというんだそうですよ。ところがあって続いては京都に行ってみよう。観光客の絶えることのない古都京都。中でも本土町は舞妓さん芸妓さんに会える町として大変な人気なんですが、本土町の株連城北隣にあるのがここ浮屋です。上品な丼が出てくるのかと思ったら、なんと出てきたのが納豆。関西人に嫌われているはずの納豆、それが名物になるというんですから、秘密があるに違いありませんね。この混ぜ方かな。混ぜて混ぜてさらに混ぜていきます。ある程度の匂いが飛ぶということと、納豆嫌いの人でもあそこまでやるとわからないんですよ。一心不乱懸命に混ぜ続けること15分。一見ソフトクリーム状になるまで混ぜれば出来上がりです。冷たいざるそばの出汁をかけたご飯にかき混ぜた納豆をのせまして、ごまと海苔を振りかけます。これぞ古都京都の創作丼浮丼。夏場食欲のない時にはもってこいですよ。次は大阪。大阪といえば食い倒れの街。美味しい丼も数々あれど、うまいだけではなく安くなくちゃ大阪ではダメなんです。3割引き半額もう一声。そこで生まれたのが親子丼450円。安い。この錦糸丼も450円。安い。しかもお店は創業100年の老舗というんですから驚きです。この鳥鹿はもともと柏屋さん。そこで美味しい材料が安く手に入るというわけなんですが、材料がいくら安く入ってもこの丁寧な調理はただものではありません。ジューシーで美味しそうでしょうねえ。オリジナルのタレを塗って焼き上げた自慢の一品。500円玉を持って明日にでもぜひどうぞ。そして深夜0時のここは北区池田町。この0時から営業するのが大阪の食通なら知らない人がいないという天狗屋。なんとここのうなぎまむしは350円というびっくりの安さ。うなぎは静岡産地直行で入ってんのと、あとこれ家族でやってんのと、そやからそれでいけるけど、これ深夜に人を雇っとったら昼の倍払うてもなかなか手はない。そんなん雇ったらこんな値段できん。まずタレは水を一滴も使用せず、酒、みりん、たまりを調合したという本格派。
そしてお米は滋賀の豪州米を昔ながらの釜で炊き上げます。夜中の0時から開店するのはもともと近くにある市場の人のためだったんですが、今ではお金のない学生さんたちも常連客。なんせうな丼350円、安い。ドーンと場所は変わって佐賀、なんと干潮時には4キロから6キロの沖合まで干潟になるという有明海の名物といえばこのガタスキー、そしてムツガラ。実はハゼ科の魚なんですが、北海道で動物天国を作っているあのムツゴロウさんもお顔がよく似ているところからそう呼ばれてるんですって。確かに愛嬌があって可愛いですよね。ところがこのムツゴロウは名人でしか釣ることはできないんですよ。さあその必殺技をとくとご覧ください。うん、お見事、さすがです。なんとこのムツゴロウを丼ぶりにしてくれるお店があるんですよ。こちら郷土料理のお店うたげ、ムツゴロウだけではなく珍しい有明海の魚をいろいろと楽しめるところです。まずムツゴロウを串に刺して素焼きにいたします。その後タレで炊くこと半日、泥の臭みを取って骨まで食べられるようにとコト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 甘露煮にいたします。そしてご飯にのせればムツゴロウ丼の一丁上がり。これこそここでしか食べることのできない郷土の味です。今日は丼をいろいろ見てきたんですけれども、実は僕が一番好きな丼というのがなんとこの他人丼というやつなんですね。親子丼というのは鶏と卵で親子、他人丼というのは牛肉と卵でこれは他人やなという。東京で注文したんですけれどもないんです。これが関西だけにしかないような感じがするんですがね。ここは東京のお店なんですけれども、わざわざ僕がこれを食べたいというんで初めて作っていただいたんですが、さあどんな味なんでしょうね。素材は同じなんですけれども、やっぱりちょっと関西で食う他人丼とは違いますね。見たことなくだいぶ、まあ、しかし丼なんてやつはもう気楽にうちにある余り物でも何でも好きに料理してご飯の上にバーンとかけてガーッと食べるという気楽なもんです。そんなに社畜ばって考えることもないでしょう。この他人丼、これはこれで僕にとって他人です。ありがとう、おいしいわ。